田中文夫は、日本のテレビプロデューサー。毎日放送のプロデューサーとして活躍し、取締役編成部長、常務取締役、専務取締役などを歴任した。兵庫県辰野市出身。1972年3月、東京大学教養学部卒業後、4月に毎日、放送入社。入社以来、ラジオ番組、MBS ヤングタウンのディレクターを経て、 テレビ番組制作となってからは TBS、系列全国ネット、関西ローカルのテレビ番組のディレクター・プロデューサーを務めた。2001年6月ラジオ局長、2003年6月取締役編成局長を経て、2005年より常務取締役を務め、2007年6月27日より専務取締役兼業部門総括兼大阪キング、 推進担当県大阪キング推進室長だが、2009年6月25日付から、専務取締役テレビ部門統括に、肩書きが変更となり、2011年6月23日付で、顧問に就任。同時に子会社の放送映画制作所社長も2016年6月まで、務めた。2005年7月23日に、全国小地区 東急系列劇場にて公開された人気テレビアニメ、鋼の錬金術師の映画版、劇場版号の錬金術師、シャンバラを行く者の制作に携わった。ありがとうございます。